皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、帰ってきたシリーズでご紹介をさせていただきます。もう何回かね、夫婦タルタルーガというような切り口でご紹介をさせていただいていると思いますけど、タルタルーガのタイプ S DX ですねが2台、オーバーホールのために戻ってきてくれました。ねー、まあうちはね、あのカスタマイズっていうのは実はあんまり店主がね、得手ではないので、あれこれっていうのはこう実はないんですよ。この車両に関して言うと、結構走行距離がやっぱ伸びてんなというようなことは感じてます。今年のね、あの8月のニセコの花園ヒルクライムレースですね。あれにご夫婦で、ご参加いただきましたし、それに出るということはね、あの手稲山の朝練とか、あれも、結構来てくださって、てますよね。本当にね、ご夫婦でお見えになるっていうのはすごい素敵なことだなというふうに思いますし、もう本当にね、あの楽しんでくださって、自転車はね、あの本当に愛してくださってるなというのがもう旗から見てもビシビシ通じて痛感できる感じですね。でこの調子で本当に乗りまくっていただきたいなと思うような状態で帰ってきてます。というのはやっぱね、タルタルーガの場合は雨の日とかね、乗るとね、どうしても構造上ここですね、この辺とかにこう水が入っての、ワイヤーの動きが渋くなっちゃったりとかってするんですけど、特にあのご主人さんですね、ご主人さんはもう通勤レベルでもバンバン乗ってくださっているので、そういうことが症例としてやっぱ出やすいというような状態が見事に、再現というか、そういう現象が起きているというのはやっぱね、あの雨が降ろうが何しようがガンガン乗ってるよという、あのことの裏返しですから、これは本当に素晴らしいことだなというふうに思いますし、奥さんの車両も、ちゃんと減るべきところは減って、油が乾くべきところは乾いて、汚れるべきところが汚れているというような状況になっておりますので、本当にこれは素敵なことだなというふうに思います。で、こちらの方はですね、タルタルが起き、きっかけにですね、うちの方で自転車何台かお求めいただきまして、もう年がら年中ですね、冬の北海道から夏の北海道まで通年で自転車を楽しみますというような、生活様式に、まあ、見事に変わってくださいまして、まあ、あのうちが、ね、理想とするようなことを、ね、体現していただいておりますので、引き続き、ね、何かとお世話になるでしょうし、可能であれば、できることは何なりとお手伝いして応援していきたいなというふうに思っております。安全運転でお楽しみください。